人民の日を重ねてきた我が将兵の士気は、この日席を切られた本流となってバタンの山野へ溢れ出たのである。敵の陣地を抜くたびに勝ち時の声が轟き渡った。ここから少し後方にあるバランガの町、司令官キングス少将がこの時すでに降伏を申し込んだ。バターン半島総攻撃の火蓋は吉兆とされた。長い間今区の生活に耐え、進撃の北は高らかにバタンの山野を走った。夏部隊の一部が二枚山を占領したとき、サマットの峰もオリオンの山もすでに遥かな後方であった。東海岸の第一線は二枚にまで進んでいた。半島の南端までもはや10キロあるかないかの地点である。その二枚の橋のたもとに敵の自動車が一つぽっつりと乗り捨ててあった。